そしてその得点差は4点。タッチダウンによりその優劣が一瞬でひっくり返る得点差となっています。その第4クォーターまもなく試合再開となります。攻守方向入れ替え、佐藤建設愛媛オレンジ弁合同チーム、相手陣30ヤードからのファーストダウン10。これは合同チームナイスディフェンス。ここでランニングプレーにより突破を図らんとしましたが、この状況を合同チーム53番見事に対応しまして大きなロスプレーを奪いましたが、ここでイエローフラッグ反則が発生しています。さあこの判定は果たしてどちらのチームに傾くでしょうか。オフェンスチームに反則がありました。ホールディング、相手選手を掴んでいたという反則ですが、この反則をディフェンス取りません。プレーを有効とし11ヤードのロスを有効としました。佐藤建設、これによりましてセカンドダウン21の状況に入ります。ボールオンは相手陣41ヤード。インターセプト、ターンオーバー。ここで一気にパスによってこの状況を打開図りました佐藤建設愛媛合同チーム。しかしそのパスを取りましたがトライスターズ合同チーム88番、見事なダイビングキャッチによりまして攻守交代です。ターンオーバー。そのインターセプトを決めましたのは合同チーム88番、本日大活躍の渡辺。再三にわたりその素晴らしい右を見せまして攻撃にチームに大きな活を与えています。さあこの攻撃活かせるでしょうか合同チーム。ボールオンは自陣48ヤードからファーストアウト。さあまずはクォーターバック8番、ダイブフェイクによるオプションプレーを展開しました。中に引きつけてから自らの総力で突破を図りまして、ゲインは約1ヤードとなっています。クォーターバック8番は田村、失礼しました、ゲイン2ヤードに訂正します。合同チームハーフウェイからセカンドダウン8。今度はフルバックのダイブプレー、託されましたキャリア4番、タックルされながらセカンドへフォートで約3ヤードゲインとしています。粘りあるランプレーを見せましたのは合同チーム4番の福原。合同チーム相手陣入りまして、相手陣47ヤードからサードダウン5。ナイスランファースター、ランニバック20番トスを受けましてのスイープレー、相手ディフェンスの外をまくりながらそのままオフタックル切り上がりまして攻撃権更新です。合同チームファースター、素晴らしいランで攻撃権更新果たしましたのは合同チームの20番の笹生。合同チーム相手陣38ヤードに入りましてのファーストダウン10。さあまだ粘っている、さらに行く、さらに行く、ナイスだ。フルバック4番ダイブプレーにより中央密集点に突入。
相手タックル受けながらセカンドサードエフォートにより約6ヤードゲインを果たしています。何枠4番福原素晴らしいファイトを見せています。ゲインは7ヤードに訂正します。合同チーム相手陣31ヤードからセカンドダウン3QB サード。ここでフェイクによるパスプレーを展開しようとしました。しかしこれを対応して佐藤建設合同チーム67番が QB サークパスを投じる前に仕留め約5ヤードロスを奪っています。素晴らしい対応で QB サック決めました。佐藤建設67番は増田。合同チーム下がりましたがサードダウン9、さあ攻撃に更新するためのどのようなプレーを選択するでしょうか。不成功、選択したのはパスプレーでした。しかしこれは佐藤建設6番が見事にパスカットしパス不成功に終わらせています。合同チームフォースダウンと変わります。合同チームフォースダウン9パントフォーメーションを選択しました。さあリターンに入るか。このパントをコントロールされていたため佐藤愛媛陣17ヤード付近でボールで整いこの位置での攻守交代となります。佐藤愛媛合同チーム自陣17ヤードからファーストダウン10。さあここでイエローフラッグ反則が発生しています。オフェンスチームの反則です。フォルススタート、揃ってスタートできませんでした。5ヤードバッタイシーファーストダウンやり直しとなります。佐藤愛媛ファーストダウン15、ボールオンは自陣13ヤード。クォーターロック12番、スナップ乱れましたが自らキープ、右オープンを展開しまして約3ヤードゲインを果たしています。佐藤愛媛自陣15ヤードからセカンドダウン12。さあここでトラブルが発生している。ターンオーバー。ここでオプションプレーを選択しました佐藤愛媛。しかしここでボールをバックスがジャッグル、落としはボールを抑えましたのはもみ合いましたが合同チームが抑えました。従いまして攻守交代です。ターンオーバー。
合同チーム相手陣9ヤードの絶好の位置から攻撃権を得る形になりました。合同チームの選手も抑えましたのでターンオーバーです。ゴールチームゴール前9ヤードからパスタという合同チーム相手陣9ヤードからファーストアンド2ゴール、残り4回でタッチダウンを狙います。さあここでトラブルが発生しているが、ターンオーバー。ここで合同チームはジェットモーションスイープを展開しようとしましたが、ハンドオフでミスが発生、ファンブルしました。ボールを抑えたのは佐藤建設愛媛合同チーム。従いまして攻守交代です。目まぐるしく変わりますが、攻撃権は佐藤愛媛に変わりました。佐藤建設スタンディングベアルの選手がリカバリー、ターンオーバー攻守交代となります。佐藤建設スタンディングベアル自身14ヤードからのパスアウト。さあ再び攻撃権を得ました佐藤愛媛、自陣14ヤードからファーストダウン10。パス不成功。クォーターバック13番ハンドオフェイからワイドレシーバー1、0番へのヒッチパスを投じましたが、このパスを0番キャッチミス、パス不成功でセカンドダウンに変えます。佐藤愛媛セカンドダウン10、ボールオン自陣14ヤード。これは合同チームナイスディフェンス。何枠16番に右オープンの展開を図らせましたが、これを合同チーム27番見事に対応しまして、ニアードロス。素晴らしい対応をしましたのは合同チームの27番の佐川。ここでウォーターブレイクが入ります。さあ試合時間残り5分を切った状況になりました。そしてその試合も面白い状況に現在なっております。得点は現時点では佐藤建設愛媛合同チームが7対3の4点リードという状況でありますが、陣地としては非常に今危険な位置にあります。この状況を合同チーム逃さず果敢に現在守備攻撃ともに果敢にアタックしております。合同チームはこの機を生かしまして逆転を上げることができるでしょうか。はたまたこれを突破しまして佐藤建設合同、愛媛合同チームが勝利をすることができるでしょうか。残り5分の攻防ぜひご注目ください。さあウォーターブレイク解けました。試合再開です。佐藤愛媛サードダウン12。さあランプレーによる突破を図りました。キャリア9番。しかし攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンと変わります。佐藤建設愛媛合同チームフォースダウン9、パントフォーメーションを選択します。このパントはハーフウェイ付近でボールで整いまして、この位置で攻守交代となります。パントによりの各自治を
佐藤愛媛なんとか陣地をハーフウェイ付近まで戻す形にはなりましたが、さあ残り4分の攻撃に合同チームは入ります。位置としましては自陣の48ヤードの位置、エンドゾーンまで52ヤードというポジションにあります。これを生かすことができるでしょうか合同チーム。合同チーム自陣48ヤードからファーストダウン10、さあこのランが抜けていく、何枠20番右ハンドオフから右オフタックルを突破、タックルをかわしながらそのまま約9ヤードのゲインを果たしています。キャリア20番は佐藤、合同チーム相手陣43ヤードからセカンダウン残り1ヤード、インターセプト、ここで1点パスプレーを展開しようとしましたが、そのパスを見事佐藤建設21番がインターセプト、攻守交代となります。ターンオーバー、見事なダイビングキャッチでインターセプトを決めましたが、佐藤建設スタンディングベアーズ21番の山添チームキャプテンです。佐藤建設愛媛ゴオレンジ面合同チーム、ボールオン自陣36ヤードからファーストダウン10、インターセプト、インターセプト、さあまだリターンが返っていく、ターンオーバー、ここで佐藤建設クォーターバック7番もパスプレーから入りました。しかしそのパスを待っていたかのように合同チーム27番がインターセプト、見事なリターンによりまして再び攻撃権を得ます。ターンオーバーによりまして再び合同チームの攻撃となりました。素晴らしいインターセプトをしましたのは合同チームトレスターズから参戦の27番の河野。さあ互いにビッグプレーを見せ合い、この試合最後までわからない状況になっています。試合時間は残り3分2秒、ここでイエローフラッグ反則が発生しています。ここで合同チームに交代違反の反則がありました。フィールドの中に12人いました。アメリカンフットボールは選手の登録そのものに制限はありませんが、フィールドの中は11人以下と決まっています。この反則により5ヤード抜体となりまして、ファーストダウンやり直しです。さあしかし後期には違いありません。合同チーム相手陣40ヤードからファーストダウン15の状況に入ります。さあランニング枠に託したハンドオフを受けました20番、タックルを受けながら前進、約2ヤードゲインとしています。ランニング枠20番は誘う、合同チーム相手陣38ヤードからセカンドダウン13、さあパスから行った、クォーターバック8番、今度は88番にパスを通し左オープンを展開、約4ヤードゲインとしています。合同チーム88番は本日大活躍の渡辺、
合同チームサーダンナイン。さあこの9ヤードの攻防を注目しましょう。ここでイエローフラグ反則が発生しています。さあスイーププレーを展開しようとしましたが、このペナルティはどちらだったでしょうか。ジャッジはオフェンス側と判断が今シングラで出ています。オフェンスチームにホールディングの反則がありました。相手選手を掴んでいたという反則です。しかしこの反則は取りません。プレーそのものを有効という形にし、佐藤愛媛チームはフォースダウンの状況に追い込みました。合同チームフォースダウン7、ボールオン相手陣32ヤード。フォーメーションを組み合わせてプレーを選択します。フォースダウンギャンブル。さあこれはどうなるか。パス成功、パス成功、ギャンブル成功、ファーストダウン。ここでロングパスを敢行しました合同チーム。これをワイドレシーバー88番ダブルカバーされたから見事にキャッチしました。攻撃権更新です。合同チームファーストダウン。素晴らしいキャッチをしましたのは大活躍しております88番渡辺でした。さあここでクロック調整が入ります。試合残り時間は1分17秒に改まります。ビッグチャンスをつかみました合同チーム。相手陣5ヤードに入っています。合同チームファーストアンドゴール残り5ヤード、試合時間残り1分17秒。20番に突しまして左オープンへのスイープでした。しかしここでホイッスル。タッチダウンです。先のプレーは正式にタッチダウンとなりました。キャリア20番タックルを受けながら自らをスピンさせてそのままエンドゾーンに体をねじ込んでタッチダウン。これによりトライスターズ合同チーム6点獲得です。先ほどのプレー20番の佐藤選手の見事タッチダウンを決めましたが、ランニングバック20番の佐藤、そしてトライ4ポイント、タッチダウンの後のワンプレーキックで挑みます。トライ4ポイント、キック成功、1点追加。キック成功、トライスターズ合同チーム10点、佐藤愛媛合同チーム7点と逆転となりました。合同チーム1点追加しまして、時計を1分01、トライポイントのプレーは様子を動かしてはいけません。1分01のプレーになります。試合時間残り1分1秒という状況で試合は逆転という形になりました。さあこの残り時間をかけまして佐藤愛媛チーム逆転のシナリオに挑みます。合同チームはこの千載一遇の時を生かし勝利をもぎ取ることができるでしょうか。あるいは佐藤愛媛チームはここで逆転のシナリオを発動させ再逆転となるでしょうか。まもなく試合再開になります。
さあリターンに入る。このリターン自陣35ヤード付近で止まりまして、この位置からの攻撃となります。佐藤建設愛媛合同チーム自陣37ヤードからのファーストアウト10、試合時間残り53秒。ここでワイドルシーは2番にパス、2番ディフェンスに囲まれながら見事にキャッチしまして攻撃権更新です。佐藤建設愛媛ファースター、見事なパスを投じました。クォーターバック12番はジョナサン・アレクサンダー・ルビュー、取りました。ワイドルシーは2番は諸本。ここで佐藤建設愛媛後半1回目のタイムアウトを取ります。時計は残り45秒で止まっております。佐藤建設32秒で後半1回目のタイムアウトを取っております。先ほどのパスにより敵陣41ヤードからファーストアウト10の攻撃となります。これにより佐藤建設愛媛は一気に相手陣41ヤードに入りました。エンドゾーンまで残り41ヤード、残り時間45秒、佐藤建設愛媛ファーストアウト10。チーム仕掛けました。クォーターバック身構えたところ77番と7番が吸収しました。キュービーサックパスを投じる前に仕留めました。ここでタイムアウトを取ります。佐藤建設キーブラー佐藤建設後半2回目です。素晴らしいラッシュでこの攻撃を断ち切りに行きました合同チーム。素晴らしいQBサックしましたのは7番の斉藤、そして77番の岡本でした。試合終了まで残り時間39秒。佐藤健さんはこれにより残りタイムアウト1回となります。さあ下げられましたが相手陣48ヤードから佐藤建設愛媛セカンドダウン18。キュービーサーク再び吸収しました。7番クォーターバックパスを投じる前に仕留められさらに下がります。ここで佐藤建設たまらず最後のタイムアウトを使いました。このまま一気に佐藤建設がそのままエンドゾーンを落とし入れるかと思いましたが、合同チームここに来て仕掛けました。一気にクォーターバックを仕留めにくい、見事に大きな交代となる QB サックを連続して決めております。さあ佐藤建設厳しい状佐藤建設愛媛厳しい状況になりましたが打開できるでしょうか。ボールオンは自陣45ヤードからサードダウン24。
ションプレーを展開しました。クォーターバック自らキープと見せかけ、ギリギリヒア引きつけてランニングバックへトス。この判断構想し、一気にバックスが左オープンを展開。しかし攻撃権更新にはまだ至っておりません。フォースアンに変わります。ただしキャリアが外出たため、時計は一旦ここで止まっております。試合時間残り24秒。さあ佐藤建設愛媛フォースダウン13、試合時間残り24秒。フォースダウンギャンブル。パス不成功。パス失敗。ここでクォーターバック12番パスプロ、ターゲット2番に投じましたが、わずかにショート。4回目の攻撃失敗となりますので攻守交代です。ターンオーバー。佐藤建設猛攻実らず、攻撃権を失いました。攻撃権変わりまして合同チームとなります。合同チーム自陣43ヤードからファーストアンテ。ゴードチームビクトリーフォーメーション、リーダウンをするためのフォーメーションに変えました。リーダウン、時計を回します。ランプレーとしてそのまま時計を回す形にしました。佐藤愛媛には時計を止める手段が残っておりません。ここでホイッスル。残り時間を3秒ください。残り時間3秒ください。ここで試合時間がなくなりました。試合終了となりまして、佐藤建設愛媛合同チーム7点、トレスターズ呉、徳島川之江、岡山大学 OB 合同チーム10点で、トレスターズ合同チームの勝利となりました。しかし両チームその思いが伝わる素晴らしい熱戦でした。ナイスゲームでした。これより表彰式が行われます。まずは勝利しましたトライスターズ合同チームが表彰されます。勝利おめでとうございます。
続きまして両チームから1名ずつ闘志あふれたプレーをした選手を称える賞ファイティングスピリットアワードを発表いたします。そして各チーム双方の最も優れた選手にファイティングスピリット賞が贈られます。のファイティングスピリット賞は再三ビッグプレーを決めておりました88番の渡辺となりました。受賞おめでとうございます。続いて佐藤建設スタンディングビアーズから背番号21番山添選手、そして佐藤建設愛媛側からは21番の山添選手が選ばれました。受賞おめでとうございます。両選手に盛大な拍手をお願いいたします。これをもちましてアメフトフェスタインオーガイア2023第35回瀬戸大橋ドリームボールを終了いたします。本日はご来場いただき誠にありがとうございました。両チーム素晴らしい戦いをありがとうございました。お忘れ物などなさらぬよう気をつけてお帰りください。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながらそこでは評価されず失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのは無論だが心で優しい巨漢と目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という2人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりにかつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり家業のために離れていた仲間も戻り脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそのように劇的に世界が動き変わります。それは大学で名を轟かせたスタープレイヤーが持たせてくれるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑みその力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れあの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ今を紡いでいるこの歴史物語をかつて私も憧れながらついに挑み尽くすには至れなかったこの世界の物語を私はこれからも愛し応援していきたいと思います。ここに今戦いました彼らは臥薪嘗胆の時を乗り越えまして今開花開校の春を謳歌しております。やがてそのあてに鍛錬研鑽の夏を乗り越え再び試練激闘の秋に挑みます。その果てにその本懐の地を訪れることができることが果たして彼らにあるでしょうか。その強者は誰となるでしょうか。その光景を楽しみとしつつ本日の配信終わらせていただきます。皆様長時間のご視聴ご観戦ありがとうございました。この配信は瀬戸大橋ドリームボールドリームボール実行委員会の許可を得まして配信を実現いたしました。その配信を実施いたしましたのは私道楽屋です。皆様機会ありましたらまたお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。